よくわかる現代魔法は桜坂用によるライトノベル作品。イラストは宮下美希。第一作は第2回集英社スーパーダッシュ小説新人賞での最終選考作魔法使いのネットを開講・開題したもので著者桜坂のデビュー作である。桜坂は当初翌年に発表した All You Need Is Kill のような作品でデビューすることを考えていたが、 最初は、売れ筋の作品で成果を出してから書きたいものを書くようにと編集長から悟され、新人賞への投稿作であった本作を先に出版することを決めたという。本編は2005年刊行の5巻をもって一旦完結したが、2008年に第1巻の本文を開講、イラストも新規に描き起こした、よくわかる現代魔法一ニューエディションが刊行された後、 2009年3月に6巻が刊行され正式にシリーズ続編が発表となった。雑誌慎重に一挙掲載された東ずまとの共著作キャラクターズには本作の登場人物がゲスト出演している。また小説慎重に掲載された短編10月はスパムで満ちているは本作の番外編で単行本7つの黒い夢に収録。 この他、2008年のニューエディション観光に合わせて、イラストレーターの宮下自身による漫画家も発表。ジャンプスクエア増刊、ジャンプ SQ2 ボリューム0 0 1掲載のプロローグ編を経て、ジャンプスクエア本誌にて2008年9月号から2009年10月号まで連載された。2008年11月、テレビアニメ化が発表され、2009年7月から9月まで、 放送された。プログラム化された現代の魔法が存在する世界。東京の銀座を中心とした舞台で同時の主人公、森下小読みや最強の現代魔法使い、姉原美沙らが繰り広げる物語である。作者自身が開講したニューエディションの刊行は一巻のみ。2009年7月から9月まで BS11 と ATX ネット配信にて放送された。 放送に先駆けて、大令和と称したプレビュー版が公式サイトや、バンダイチャンネルなどで、期間限定で、ネット配信された。原作から、ストーリーの時系列が一部変更され、第1話は、原作3巻の過去編にあたるエピソードから始まり、第2話から原作1巻に相当するストーリーを、開始するという変則的な形式をとっている。また、 原作にないオリジナルストーリーも多く挿入されている。サブタイトルは実在のコンピュータ用語や、それに関連する言葉をもじったもので、すべて原作者の桜坂博士自身が手掛けている。本編終了後に、TV 講座よく、わかる現代魔法というミニコーナーが放送されている。本作品に関することを人形劇で解説している。オンエアー直前。 よくわかる現代魔法の基礎講座。予習、復習から今からでも、遅くないぞスペシャルマイナスが放送された。DVD& ブルーレイ第1巻にも、映像特典として収録。テレビアニメ、よくわかる現代魔法に関連して公式サイト、温泉で、ウェブラジオが配信された。全30回。よくわかる現代魔法スペシャルコードアルバム画。 キャラクターの持ち歌とドラマを収録した CD。2009年9月30日にメロンヘッドから発売された。社事はオリジナルドラマよくわかる現代魔法オリジナルサウンドトラックテレビアニメのサウンドトラック。2009年10月7日にメロンヘッドから発売された。テレビアニメ本編の BGM と挿入歌、TV サイズの主題歌を収録。CD ジャケットには森下暦。 一ノ瀬、ユミコ、クリスティーナ、坂崎カホ、姉原美沙が描かれている。音楽は橋本ゆかりが担当。テレビ神奈川とテレビ埼玉で放送している AG 学園や2分では2011年3月までここの楽曲が多く使われていた。ありがとうございます。